あ政治家や公務員というものはそれなりにここでいう市政の民、単なる人と同じであってはならないはずなんでしょ。実際一般人が起こしてもあまり話題にならないような事件でも政治家や役人が起こした場合には激しい批判にさらされるんでしょう。ね、小林さんだって一人の男としてね、盛り場を歩いたっていいじゃないかって言うけども、先生それでいいのかよっていう問題になるんですよな。先生あそこで女とイチャついてましたねっていうことが明日の教室ではギャーギャー騒ぐわけですよ。その時にいいじゃねえか俺だって一人の人間だからって言えるかって言ったら言えるわけないんですよね。だけど一番先に言いたいようにですね、やっぱり多くの東北の人たちや何かがですね、まあ東北に限らず今度の場合はいろんなところで水害が起きた、水害の大騒ぎの時にね、酒盛りしてまあいいのかと、政治家として恥ずかしくないのかっていう意見があってもいいのに、逆に開き直ってるんですよね。ちゃんと各方面には指示したから差し障りはありません、何のやましいところありませんと、こうふざけんなのバカっていう憤りがあって叱るべきなのに、それで平気な顔してるっていうことは世も末だわいと言わざるを得ないんじゃないんでしょうかね。道義なき混乱状態へと陥れた最大の原因っていうのは、まああえて言うなら憲法なんですけど、憲法なんていうものよりもそれで開き直っているその日本人のその低たらくぶり、法律なんかよりももっと大事な心の問題、魂のうずきっていうのがあってこそ人間じゃないかということがなんか言わなくなっちゃったんですよ、ね、どうしてもこの問題はですね、機会あるたんびに私は普通がその頭を持ち上げてくる悩みの元なんですよ。交通がしっかりしなければね、第9条でどんな軍備を持とうが日本の国っていうのは守れるわけがないんじゃないですかっていうことですよ。だからいずれまた皆さんにご批判いただこうと思うんですけど、第9条よりももっと重要な問題が憲法にはあるぞっていう書いたことなんですよ。結局この問題なんですよ。ここのところが狂ってる以上ですね、日本の国がどんな軍備を持とうがどうしようがダメじゃないですかね。今度のだってね、まあ、ミサイル防衛システムっていうのをべらぼうな金で導入しちゃってるでしょ。あれだけの予算を組むためにはですね、もっともっと慎重にやるべきだったのにふっと導入しちゃってるんですよ。で、北朝鮮のあの攻撃が収まったらあれどうするんですか。あれもう本当に無用の長物として誇りかぶっちゃう、誇りどころじゃ錆びついちゃうんですよ。あれ、まあ、3機買ってるわけでしょ。なんか日本人としてのね、もっと落ち着いたしっかりとしたプランニングって考えるっていう働きがなくなってきちゃったんですね。らしさがない日本人らしさ、
ってものがあっていいし、政治家らしさってものがあればいいし、ということですよね。まあ皆さんどうお考えになるか、これどう整えなしたらいいかっていうのはむしろ教えていただきたい。私が言わんとするのはもうこれに尽きると言ってもいいんですけどね。でそこで飛んでくる矢をやっぱり想定しなきゃいけないんだけども、そういうことは結局差別をお前は容認してんじゃないかとかですね、かつて昔のようにその身分社会を想定してんのかとよく言われるんですよ。ね、それはどうも、まあ私という人間はそういうそのなんですかね、鎧を着てるんだっていうの見ちゃうのかもしれない。そこを攻撃するっていう意見が結構あるんですよ。お前はその人を差別して見てるとかですね。そういう言い方するんですけどね。だけどそうじゃない、違いってものを尊重するっていうのがむしろ日本の文化だったんですよ。女性を差別なんかしてませんわな。女性は女性としての役割っていうものを非常に日本では他の国では考えられないほど尊重してた面があるでしょ。そこを見ようとしないで、女性と男性と識別すること自体が、まあ、許されない差別だと、他の国ではこうだとか言うんですね。ね、例えば女性をね、労働力の中に位置づけたなんていうのは、これはむしろ以前だったら恥ずかしいことだったんですよ。ね、職業婦人っていう言葉があった。職業婦人っていうのは別に尊敬した言葉でも何でもないですよ。なんで安倍さんはあんなふうにですね、女性をこう労働力に使おうとしているのか。労働力として女を位置づけるっていうことは相当女性を蔑視した姿ですよ。ね。なかなかこれ今ここでなく言うっていうと、もう袋叩きに入ると言いますか、目くじら叩けたやつが寄ってくるんですけどね。労働力じゃなくていいんですよ。むしろ文化的な創造力が担い手であるとかね、それでいいんでしょ。金を稼ぐものが偉いんだなっていうバカな発想は日本にはあまりなかったんですよね。むしろ女性の役割っていうのはもっとその人間の輪をこう形成するとか、文化的な精神的なものを形成するとかね、そういう役割を担ったじゃないですか。低くなんか見てないですよ。むしろ欧米の方がはるかに低いんですよ。その向こう行って生活してみれば分かりますよ。一見若い女性たちが闊歩してね、自由に動いてるようですけれども、女性商品としての女性って言いますかな、それは位置づく間はいいけれども、そうでない場合にはもうとてもじゃないというのがありますでしょ。これね、1980年代にアメリカでもすごくこの問題を読みましてね、いずれここでもここでスライドっていうかな、映像を見せられるならお見せしようかと思いますけれども、非常にその女性であることが生きにくい社会にアメリカはしてますよね。日本の女性の方が本当に自由に生きていられるでしょ。同じ人間だとしたらやっぱり労働力を多く提供する方が多くの収入を得て豊かになるわけですよ。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。
チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村幸雄先生ほか、たくさんの言論人、また大学の教授陣、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。